公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団は、1992年9月30日に神奈川県横浜市の出資により設立された公益財団法人。主に横浜市内の歴史系文化施設の指定管理者として、その運営を委託されている。資本金1億円。本部は横浜市鈴木区中川中央1の18の1の。 横浜市歴史博物館内に所在。横浜に関連した歴史の理解に役立つ国内外の資料や文化財の収集、保管、調査、研究を行うとともに、その成果を活用し、市民の求める横浜の歴史の学習意欲に応える展示、閲覧、出版等の普及啓発を行い市民と共有することで市民文化の発展に寄与することを目的として、 設立された。市の委託を受けた指定管理者として、性格も主たる、時代領域も異なる、文化施設後施設の管理運営を行う。同時に、横浜市の委託事業として、横浜市埋蔵文化財センターや、史跡の管理運営を行っている。昭和29年、市が開校100年を記念して、横浜市市編集事業を開始、し資料や、 文化財の調査を実施。昭和56年、市が横浜開港資料館を開館し、市市編集事業の蓄積資料を公開。その管理運営団体として、財団法人横浜開港資料普及協会設立。昭和45年、江北ニュータウン造成工事本格化に伴い、江北ニュータウン埋蔵文化財調査団結成、埋蔵文化財発掘調査を開始。 同時に、郷土史、民族、古民家の調査を開始。広古資料館及び、歴史博物館設立の市民要望が強まり、両者を一体化した歴史博物館開館を目指す方針が決定。平成4年、歴史博物館の開設準備、並びに、季節の横浜市三田大広古館、横浜市八聖伝郷土資料館、 横浜市埋蔵文化財センターの運営団体として、財団法人横浜市ふるさと歴史財団発足。平成7年、横浜市歴史博物館開館。平成10年、前述の財団法人横浜開港資料普及協会と統合。平成15年、横浜都市発展記念館及び横浜ユーラシア文化館の管理運営を自宅。 地方自治法改正に伴い指定管理者制度導入。平成18年、横浜市歴史博物館、横浜開港資料館、横浜都市発展記念館、横浜ユーラシア文化館、横浜市三田大考古館の指定管理者に指定。平成19年、横浜市市資料保存活用業務を受託平成23年、神奈川県知事より、 公益財団法人に認定、公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団として、運営開始。ありがとうございます。